ベルマです。はい、本日の動画はですね、先日発表された皆さんもね、待望だったんじゃないかなと思うんですけども、人気コラボレーションラインですね。有名なデザイナーのですね、クリストフ・ルメールさんとユニクロのコラボレーションラインのユニクロ U がですね、2024年春コレクションが発表されまして、多分ですね、ユニクロの中にもいろんなコラボレーションあるじゃないですか。それこそ J.W. ブランダーさんもそうですし、まあプラス J とかいろいろあったんですけど、まあ長きにわたって続いている人気のコラボレーションプラス、やっぱ毎回ですね、発表されるたびにもうなんだかんだやっぱり売れるというところで、多分ね、このチャンネル見てる方の中にもユニクロ U の販売をですね、心待ちにしてる方も多いと思うんですけれども、まあ去年はですね、2月の時点でコレクションの発表はされてたんですけれども、去年よりちょっと遅い状態で、今回は3月に販売開始というところで、改めてのね、部分にはなるんですけれども、ですね、今回のユニクロ U ですね、2024年3月8日金曜日からオンラインスタート全国のユニクロさんの店舗に並ぶというところで、もう早いものだと1ヶ月を切ってるわけなんですよね。でですね、今回の動画ではこの販売前の時点ですね、現役のアパレルバイヤーの自分の目線から見て、今回のユニクロのラインナップですね、全方見ていって、まあ、トレンド的にどうなのかとか、まあ、このアイテムはどういったものかとか、あとはまあこういうところがおすすめだっていうところとプラス、まあ、ちょっと逆にこういうとこ注意点があるんじゃないかってところをですね、いろいろまとめてお話ししていこうかなと思っております。まあ、ほんと先ほど触れたところではあるんですけど、ユニクロの中でもいろんなコラボある中でユニクロ U はですね、商品型数もそうですし、いや毎シーズンね、結構シンプルなアイテムの構成ではありつつ、まあ、その時その時のね、トレンドだったりとか色使いとか、ちょっと変わった素材使いとかね、そういったものもあるので、結構服好きの方もうなるようなコレクションだと思うんですよね。で、もうすでに知ってる方も多いと思うんですけども、このユニクロ U ってものがどういったものかというところからですね、触れていこうと思います。で、このユニクロ U ってものが、ユニクロとクリストフ・ルメールさんですねのデザインチームの共同のプロジェクトがございまして、このルメールさんっていうのがもうご自身の名前の冠ですね、まあ、あの有名なこちら、はい、ルメールというブランドをやっているデザイナーさんでございます。で、そのルメールのデザインチームとユニクロがですね、長きにわたってタッグを組んでやってるのがユニクロ U というところで、もうユニクロさんの中でもこう鉄板コラボと言いますか、かなり重要視してるコンテンツだと思うんですよね。でですね、今回も本当アウターカテゴリーからニットシャツ、あとは T シャツカットソーですね、でボトムグッズまでフルラインナップで今回も展開されておりますので、まずはですね、上からのカテゴリーアウターからなぞってみていこうかなと思っております。この3月8日ですね、3月8日がユニクロ U の販売ですし、その1週間前の3月1日に関しては GU とアンダーカバーですね、前回動画こちら、はい、出させてもらったところあるんですけど、いや、こっから本当てんこ盛りになってきますね。買い物がたぎるよね、これ。はい、ではですね、ちょっと話を戻しまして、早速アウターカテゴリーから見ていこうと思います。まあ、ちょっとね、型数が多いので、一個一個のアイテムをめちゃめちゃ深掘りしていくと、ちょっとね、時間がとんでもない感じになっちゃうので、まあ、強弱をつけながらご紹介をしていこうかなと思うんですけれども、まず一つ目こちら。はい。アイテム名がライトウェイトコートでございます。お値段の方が税込みで9990円となっていて、色展開こちら。はい。3色展開ですね。じゃ、このアイテムね、毎シーズンユニクロ U とかは、ステンカラーコートとか、割とカチッとした印象のコートを出してきてるイメージだったんですけど、今回は、ナイロン素材のライトウェイトなコートですね。で、コンパクトなサイズ感で持ち運べるのも便利って商品ページもあるように、もうパッカリングじゃないですけど、まあそういったことも結構意識して作られてるアイテムみたいですね。まあ商品説明ね、一部読んでいくんですけど、軽量なナイロン素材で、まあ、小雨程度の水を弾く撥水加工もされていると。で、軽い着心地でどんなアイテムのようにも羽織れるアイテムだっていうところと、まあパッカリングの部分ですね、とても小さく折りたためるので持ち運びに便利というところなんですが、本当に色使いこそ本当グレーとか、このブルーとか、まあ、ネイビーに近いものなんですが、そういった色とかもあるんですけど、軽量のナイロン素材のコートだったりすると、なんかすごいなんかアマフっぽいというか、ほんとレインウェアみたいな見え方になってしまう可能性もありますし、まあ、ちょっと安っぽく見える可能性も一歩間違えるとあるんですよ。ただ、この絶妙なバランス感の上で、いいバランスで成り立った場合は、結構唯一無二なね、アイテム仕上がったりもしますし、まあ、商品説明もあるように、すごい着心地も軽かったりもするから、まあ、ちょっとで、ね、肌寒い時に羽織ったりするのもそうですし、ちょっとね、ちょっとした雨が降ってきた時にさらっと羽織るとか、そういった使い方もできるので、いや、これね、ほんとね、素材使いとか、ところどころのディティールの入れ方次第で、良くも悪くもものすごくですね、まあ、シンプルなアイテム見えるんですけど、結構振り幅が大きいアイテムだと思うので、まあ、ネットで買うよりも、これは実物見て買った方が絶対にいいんじゃないかなと思うアイテムですね。はい、ではですね、続いてのアイテムなんですけども、こちら。はい。アイテム名がユーティリティ風デッドジャケットでございます。お値段が、税込みで8990円となっておりまして、色展開がこちら。はい。3色展開となっております。多分ですね、事前のラインナップを見た段階だと、多分ね、ジャケットアウターカテゴリーの中で、これが一番人気を集めるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり最近ね、なんかテックファッションっていうキーワードとか、あとミリタリーファッションとかね、そういったものが盛り上がってるところがあるので、こういったフードデザインだったりとか、このフロントの大きいポケット使いとか、そういったところに結構反応する方が多いと思うんですよ。ほんとね、ブラックのシンプルなアイテムもあり
ありつつ、ただカラー的にはですね、ベージュとかライトグレーとか結構カジュアルな色味も多いので、テックファッションという要素で取り入れようとすると、まあ、ちょっと違うのかなってアイテムではあるんですけどね。でですね、こちらのアイテムの仕様なんですが、素材自体はコットンナイロンなので、結構フードジャケットとかこういったね、まあ、テックファッションとかで言うとポリエステルとかナイロン素材が使うことが多いんですけど、まあ、コットンがミックスされることで優しい風合いのアイテムになるんじゃないかなと思います。でこれ事前の商品のね、画像とかなんか動画とかでもね見たりもしたんですけど、ちょっと生地が薄そうというか、結構ねライトオンスな雰囲気でもするので、結構ガチッとした印象のアイテムをイメージしていると、まあ、ちょっとねイメージと違うとか、そういった可能性もあるんじゃないかなと思いますね。でですね、こちらのアイテムの注意すべき点で言いますと、やっぱサイズ感ですね。着丈がほんとショートなサイズ感となっておりまして、で L サイズで 69.5 で身幅が69なので、ほんとボックスシルエットになってまして、ほんと去年一昨年ぐらいだとジャケットアイテムだったと、まあ、L サイズで着丈が72とか3とかそのぐらいの丈感だったりもしたんですけど、最近はですね、ちょっと丈感が短くなってきてる傾向にありまして、今度 L でも60半ばから60後半ぐらいまで結構削られることが多くて、まあ、ちょっとねハイウエストのパンツだったりとか結構ワイドなパンツに合わせるために、結構ね上のジャケットは丈短めになって身幅広めみたいな形がですね、より最近顕著にこのシルエットが強くなってきてるところで、とうとうユニクロ U も、まあ、このシルエットを採用してきたというところで、まあ、商品のねシルエットとかそういったところも結構反映されてるみたいですね。でこのアイテムを注意すべきところで言うと、短丈のアイテムとかショート丈のアイテムって人によってはまだ抵抗を感じる方とか、お手持ちのパンツとコーディネートの相性があんま良くないとかいう場合があるので、まあ、自分自身がいろいろ着てみて、まあ、この2024年春の段階でどんぐらいの着丈の短さだったら自分は許容できるのかなとか、結構そういうところを知りながら買い物できるとですね、いいんじゃないかなと思ってて、まあ、自分自身もやっぱ今年の春に関してはちょっとジャケット短めというか、コンパクトのサイズのものを着たいなって思う中で、ただ極端に短すぎるものだと俺もね、いくらトレンドと言っても着ないなって思ったんですよ。なんで自分的にも許容できる着丈の丈ってこんぐらいなんだっていうのが自分の中でもあるんですよ。指標で言うと本当60中盤ぐらいがギリギリで、60前半ぐらいとか50代とかそういったショート丈のアイテムになるとさすがに俺着ないなっていうところがあるから、なんか皆さんもですね、お手持ちの洋服との相性だったりとか自分の気分に素直になって、まあアイテムの選定をしていただくとですね、買い物のミスもないんじゃないかなと思います。でこのユーティリティフードジャケットに関してはお値段もですね、税込みで8,990円で、まあ、もちろんちょっと安いんですけど、前提で言うと、ただ昨今のユニクロ用のジャケットの中だと割と高単価な部類にアイテムになってくるので、前までだったら8,990円とか1万円近い価格になると、結構ロングコート系のねアイテムだったりすると1万円前後のね価格設定になるんですけど、この手のショートだけのブルゾンで、まあ今度は約9,000円ですよね。1万円近くなってくるってなると、やっぱね値段はやっぱ今までの為替の影響だったりとか円安の影響もあったりとか、あと素材とかねの高騰もあって、まあちょっと値上がりの傾向にありますよね。とは言ってもですね、事前のアイテムの中で言うとかなり注目度の高いアイテムになっているので、こちら実物自分も楽しみしております。はい、それでは続いてのアイテムなんですけども、続いてのアイテムがこちら。はい、こちらアイテム名がですね、ジップアップブルゾンでございます。でお値段の方が税込みで6,990円となっておりまして、色展開こちら、はい、4色展開でございます。いやね、これねめちゃめちゃシンプルだよね。これで商品の説明、ラフに仕上げたスラブ素材を使用、大きめのシルエットでざっくり羽織れるというところで、まあ、ドリズラージャケットとか、まあ、そういった表現でね販売されることも多いんですけど、まあ、首元はねこんな感じで、はい、スタンドネックでねボタンで締めるを着れる仕様にはなってて、まあ、最近のトレンドとかね需要に対応してるところはあるんですけど、まあ、あまりにもシンプルなので、まあ、わざわざユニクロでも買わなくてもいいかなって思うのが、まあ、正直なことだったりするんですよね。でも色使いが割と攻めてまして、4色とも結構特徴的なカラーリングですよね。このオフホワイト、ちょっとね黄色みの強いようなオフホワイトに、やっぱ今年はこちら、はい、ユニクロの中だとパープルで表現名ではあるんですけど、他のブランドだとなんかピンクとかアッシュピンクとかね、なんかくすんだピンクみたいな感じで展開されることが多くて、ただですね2024の春のアイテムに関してはレディースのブランドとかだとピンクとかそういったものって結構定番的リリースしてるブランドさんもあるんですけど、メンズのブランドだとまだね馴染みのない方も多いと思うんですよ。ただ結構このタイミングでやっぱピンクのアイテムが結構流行ってて、まあ、トップスよりもやっぱボトムとかねそういったところで展開されたところが多いんですけど、まあ、自分自身もこの春何かしらピンクのアイテム欲しいなと思って、まあ、探してるんですよね。結構好きで、まあ、このアイテムに関してもですね、さっきのフードジャケットと同様なんですけど、着丈がかなり短めのアイテムになってるので、本当注意が必要というか、でプラスですね、結構本当ドシンプルなアイテムになってるので、かなりいろんなアイテムのコーディネートだったりとか、まあ、着こなすときに結構プラスアルファというか着色する気持ちでなんかいろんなアイテムをね合わせていかないと、ほんとシンプルになりすぎて、まあ、ちょっと間違えるとおじさんっぽくなってしまう可能性もあるので、まあ、安易に飛び降りすると、まあ、シンプルなようで結構危険だったりもするので、そういったところを気をつけながらですね、アイテムの方をチェックしまったらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは続いてのアイテムに行っていこうと思います。続いてのアイテムがこちら、はい、
こちらアイテム名がユーティリティベストでございます。お値段が3990円となっておりまして、色展開がこちら、はい、2色展開ですね。いや、このアイテムはね、一番最初見た時思ったのが、めちゃめちゃ難しいアイテムだなって思って、いや、着こなし相当むずいんじゃないかな。ユニクロのアイテムってさ、やっぱ言うても着回しがしやすいとか使いやすいとか、まあ多少のね癖はあったと思うんですけど、このアイテムはぶっちぎりの癖の強さだったりするんですよね。まあ商品説明文にもあるように、いろんなシーンで使えるってなってるんですけど、いや、そんなに使えるかなって思ったりして、まあ、ただルックを見てみると、ジャケットの中に差し込んだりとか、まあ、カットソーのね、まあ、シャツとか上に着たりもするんですけど、まあ、このねベストの主張がかなり強いので、なのでもともとベストの着こなしに慣れてる方とか、こういったね癖のアイテムを着回すのが、まあ、好きな方に関してはいいんですけど、最近ねとかトレンドで流行ってるからとか、ちょっとベストのアイテムワンポイント入れたいんだよねって方はちょっと難しいかなと思ってて、でまだねこの2024年春の段階だと、本当にシンプルなベストのアイテムだったりとか、そういったアイテムも市場的にはですね多々出ておりますので、まあ、一番最初にこのベストを買おうとすると、まあ、結構事故る可能性もあるかなと思ったり、でフロントにねこんな感じの切り替えのポケットがついてたりとかして、まあ、機能性的には本当に多機能ですね。まあ、素材使いで言っても 96% ナイロンと 4% ポリウレタンっていうところがありますね。で結構ねキャンバス組織で自然な風合いを実現したとなってるので、割とスポーティな印象っていうよりかはカジュアルな印象、なんかフィッシングベストとか割とカジュアルめな要素が強いよう なんかベストになってるんじゃないかなと思っております。いや、これはね良くも悪くもちょっと実物楽しみですね。はい、というわけでアウタージャケットカテゴリーが以上といたしまして、続いてがニットカテゴリーになります。今回ニットカテゴリーが3型になるんですけど、意外と型数少ないですね。なんか世の中の市場的にはなんかスウェットとかそういったものよりも、まあ、ニットがですね去年の秋冬から結構売り上げとかもね市場的には多かったんですけど、シンプルなねクルーネックのニットとかそういったものはなく、三角の展開になってるんですけど、一型目がこちら、はい、アイテム名が V ネックカーディガンでございます。お値段の方が税込みで3990円となっておりまして、色展開こちら、はい、4色展開でございます。でこの4色展開の中でもかなり落ち着いた色味ですね。ブラック以外だとベージュとかグリーンとか、あとネイビー、結構青みの強いネイビーだったりとか、あのジャケットとかピンクね、そういったカラーリングを指してきてるところもあるんですけど、あの V ネックカーディガン、このニット系のアイテムに関しては一点としてですね、ものすごく落ち着いた色味の展開になってますね。まあね、カーディガンに関してはユニクロさんのインラインでもですね、あのいろいろ展開されてるアイテムがあるので、ユニクロ U だから買おうっていうかね、そういったところはあの思わなくてもいいと思ってて、単純に素材使いだったりとか形とか、あとは色使いですね、そういったところにハマるんであれば、ユニクロだろうがユニクロ U だろうが、まあ、そういった中だからですね、意外と視野を広めに選んでもらったらいいんじゃないかなと思ってますね。で商品説明文にもあるんですけど、凹凸感のある爽やかな肌触りで張り感のある風合いが仲間にするジャージー編みでボタン付きのデザインと、でスウェットシャツをイメージしたドロップショルダーというね記載が入ってますね。ただね商品説明にはそういったところは、ね、記載されてはいるんですけども、正直ほんと目視で見るとめちゃめちゃシンプルな V ネックカーディガンにはなりますので、まあ先ほど自分が言ったポイントですね、まあハマる方であれば買ってもねいいと思いますし、ただ今年に関してはですね、結構ノームカーファッションとかそういったところもね流行っているので、ほんとシンプルにこのカーディガン、あとは中にクルーの T シャツだったりとかタンクトップ、そこにまあほんとねシンプルのワイドデニムだったりとかスラックス、そういったものを合わせて、まあ、ほんとね去年までしてこなかっためちゃめちゃドシンプルなコーディネートにですねチャレンジしてみるのもいいと思いますし、今までねこのシンプルから遠ざかってきた方であれば、あんまこういうシンプルな V ネックカーディガン持ってないと思うんですよ。なのでちょっとこういうファッション気になるんだけど、いきなり高い金額のもの出しても着るかわかんないなって方に関しては、もうユニクロさんとかねそういったところであればシンプルなカーディガンとかほんと安く買えることができるので、素材もいいしね、ぜひですねそういった目線でこのアイテム見てもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてのアイテムですね。ここら辺のアイテムに関しては半袖のアイテムかな、まあ、すぐすぐ完売するアイテムではないと思うので、ちょっと流れで紹介しようと思うんですけど、一つ目のアイテムがこちら、はい、ニット T シャツでございます。こちら半袖のアイテムで、お値段の方が3990円で、色展開こちら、はい、3色展開ですね。やっぱね普通の T シャツとかそういったところであれば1500円とかね、なんか2000アンダーで買うことができるんですけど、まあ、T シャツとアイテムとは言ってもニット組織になるので、やっぱ値段としては結構高めですね。だってカーディガンの値段一緒っすからね。いや、意外とユニクロユーザーから出るこのニット T シャツってもう1個目のアイテムじゃないんですよ。結構何回か出てるアイテムではあるんですけど、割とね薄手でハイゲージの編み地になってるので、まあ、自分はですねちょっと物足りないんです。もうちょっと厚手でもいいかなと思ったりする素材感があるんですけど、結構綺麗めな方、例えば普段であればジョンスメドレーとか、そういったね綺麗めななんかサマーニットとかそういったものを好きな方であれば、なんかハマるアイテムかなと思いますので、まあ、気になってる方はですねそういったところを見てもらったらいいんじゃないかなと思いますし、続いてのアイテムがこちら、はい、ニットポロシャツですね。でこちらも半袖アイテムとなっておりまして、こちらもね
段が3990円でございます。で、色展開こちら。はい、4色展開ですね。なんで、ニット T シャツと色展開的にはほぼほぼ近いんですけど、若干違うのか。まあ、これも先ほどのニット T シャツと同様の部分ですね。多分、編み地とか近いのかな。着心地柔らかなジャージー編み。これカーディガンと一緒の表記ですね。で、ドロップショルダーラインと、ややゆっとりとしたサイズ感が特徴というところで、まあ、ポロシャツといえばね、カナコ素材だったりとか、結構ゴワッとした、カジュアルな風合いのものが多いんですけど、それでもね、ちょっと綺麗めというか、上品めに着たい方は、ニットポロシャツとかね、取り入れるのはすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、半袖アイテムだからすぐに着れないと思いがちなんですけど、まあ、ちょっと綺麗めに今日のコーディネート決めたいって時に、まあ、無地のカットソーとか、まあ、シンプルシャツもいいんですけど、こういったニット T シャツとか、ニットポロシャツをね、インナー差し込んでいただくことで、よりちょっと上品めしたコーディネートもね、楽しめると思いますので、まあ、そういった要素で見たら、なんかこの3月とかね、4月の段階でこういったアイテムを買うのも、なんか選択肢的にありなんじゃないかなと思います。例えばこういったニットポロシャツを着て、その上になんかウォッシュ感のないデニムジャケットとか、結構綺麗めに着ていただけると、割と大人っぽいカジュアルファッションとか楽しめたりもしますしね。あとクルーのニット T シャツの上にテラジャケットとか着て、なんかカットソーでは出さないような大人っぽい雰囲気とか、そういったものを楽しむのも自分的なおすすめかなと思います。はい、というニットカテゴリー以上といたしまして、続いてはシャツカテゴリーですね。このシャツカテゴリーに関しては、結構事前に販売されてるアイテムもあったりするんですよね。で、型数的には4型か。で、まず一つ目のアイテムがこちら。はい、オーバーサイズシャツでございます。こちらお値段の方が2990円となっておりますね。結構ね、ルメールさんのコレクションに関しては、毎シーズン、こういった半袖のシャツだったりとか、長袖のアイテム、シンプルめのやつを出すので、やっぱね、毎シーズン何かしらリリースしてるってことは、最低限の販売だったりとか、売り上げっていうのを見込めるからこそ、出てるんじゃないかなと思いますし、まあ、ユニクロ A のアイテムって結構サイズ展開とか見てみると、アイテムによってはサイズ展開違うんですよ。ただ、このオーバーサイズシャツに関しては、XS から 4XL というですね、多分ユニクロさんの中でも最大限のサイズ展開で、このアイテムがですね、作られているので、やっぱ意外とセールス的にはね、売れるアイテムなんじゃないかなって思いますね。まあ、こういうアイテムって、まあ、事前のレビューとかそういったところだと目立たなかったりもするんですけど、意外と蓋開けてみると売れるとか、そういったところもありますしね。で、これ結構生地が面白くて、なんか綺麗めなブロードとかそういった感じではなくて、画像で見るとね、こちら、はい、なんかね、リップストップというか、なんか四角い編み地が出てたりするので、なんかただただ綺麗めなシャツでイメージしていくと、ちょっと違うのかもしれないですね。割とこの生地感から見ると、カジュアル見えするね、アイテムではあるんですけどね。ただ、ね、商品説明文とかそういったところにはですね、あんまりこの生地の折り目の部分には触れてなくて、ゆったり着られるオーバーサイズシルエット、実用性のデザイン性もあるパッチポケット付きって書いてあって、で、その下の仕様のところにも書いてないんだよね。シンプルなレギュラーからオーバーサイズシルエット、片腕にパッチポケット付き、後ろ身頃にセンタータック入り。うわ、書いてないんですよ。で、素材的には、こちら、ポリエステル 65%、コットン 35% の素材でございます。で、このアイテムに関しては同じ形になるのかな？アイテム的にはこちら。はい、商品ページが結構分かれてて、オーバーサイズ、チェックシャツですね。で、お値段同様2990円なんですけども、さっきのシャツが結構無地ライクなアイテムなんですけども、こちらがですね、ミニチェックの仕様のアイテムですね。まあね、柄で言うとちょっと小さめなタータンチェックじゃないけど、ギンガムチェックっぽいのかなんか、そんな雰囲気のアイテムになってますね。かなりクラシカルな印象を持つようなアイテムなんじゃないかなと思います。で、今の二方が半袖アイテムで、こっからがですね、長袖アイテムになるんですけども、続いてのアイテムがこちら。はい、これすでにね、販売されてるアイテムなんですけども、商品名がオープンカラーシャツでございます。で、お値段の方が税込みで3990円となっておりまして、色展開がこちら。はい、4色展開でございます。ほんとシンプルなオープンカラーシャツなんですけど、これただね、アパレルバイの目線から見ると、こういったシンプルめなアイテムだと、意外とゾゾタウンとか、そういったところを見ると、年々減ってるんですよ。シンプルすぎて売りづらいとか、そういった企業さんも多くて、なんか中途半端に手を出すとね、在庫残しがちなアイテムなんですよ。なので、ユニクロとかそういったね、巨大企業がやるからこそできるアイテムだったりもするので、まあ上質なオープンカラーシャツは、まあなんか、どこでも買えるかなと思ってると、意外となかったりもするので、素材感とかシルエットが結構気に入った方であれば、割と買いのアイテムなんじゃないかなって思いますね。で、素材感で言うと、薄い風合いの柔らかいコットン素材を使用で、ダブルポケット使用というところで、こういったオープンカラーシャツって、割と落ち感のある TR 素材とかポリエステル素材、そういったものも多いんですけど、割とカジュアルで張り感のある素材ってなると、本当に大人っぽいブランドしかリリースされなかったりもするので、意外とユニクロとか買いなんですよね。まあ、こちらアイテムに関してはすでに、ね、店頭でももう並んでいるので、そちらチェックしてもらえたらなと思います。はい、で、続いてのアイテムなんですけれども、続いてがこちら。はい、こちらユーティリティオーバーサイズシャツでございます。これらの方が税込みで4990円となっておりまして、色展開がこちら。はい、3色展開となっております。で、これシャツカテゴリーの中で言うと、自分はこれが一番好きですし、全体のラインナップを振り返ってみても、俺はこのアイテム好きなんですよね。カラー的にはブラウンのね、色味も綺麗ですよね。これほんとユニクロ U っぽいカラーだよね。だからトレンドとか関係なく、毎シーズンこの手のカラーリングやってくるよね。で、まあライトブルーとかすごい可愛いなって思いましたかね。あとはで、商品説明で言うと、実用
用性の高いポケットやループを採用、リラックスシートなので羽織としても使いやすいというところがあって、このアイテムはカテゴリー的にはシャツカテゴリーになるんですけど、用途としてはほぼほぼジャケットと認識していいんじゃないかなと思いますね。これ胸元ねポケット使いとかそういったところもですねかなり立体感のあるものになってるので、もうシャツジャケットとかそういったね商品名作られても何の抵抗もないですし、でねジャケットは着丈短めだったりもするサイズ感が多いんですけど、このシャツに関してはすげーでかいんですよ。ね見てみると F サイズで着丈80、長いよ。最近着丈80の L サイズだってそうそうないしね。で、身幅で66だったりもするので、縦にも長いし、横にも広いってところで、かなりビッグシルエットになるので、ほんと着てみると、まあもちろん身長にもよるんですけど、ちょっとお尻にかかるというか、お尻が隠れるぐらいの着丈になる可能性もあるぐらいビッグなシルエットですね。なので、中にスウェットだったりとか、カットソーとかそういったものを着て、ザクッと羽織るとね、雰囲気が出るアイテムなんじゃないかなと思います。このアイテム楽しみですね。なんか自分的には、もうすでにユニクロの中でも定番アイテムとして販売されているパラシュートパンツとか、そういったね、カーゴパンツみたいなものとポケット付けのパンツを合わせて、ライトで綺麗めな印象のなんかミリタリーファッションとかそういったものを楽しむにもすごくおすすめなアイテムなんじゃないかなと思います。楽しみですね。はい、ではシャツカテゴリー以上といたしまして、続いてはですね T シャツカットソーコーナーでございます。ここのカテゴリーに関しては結構毎シーズンですね同様のアイテムが出てきてるので、ほんとラインナップだけ簡単になぞっていきましょうか。でまず一つ目がこちら、はい、クルーネック T シャツかっこ半袖1500円ですね。でこれ色展開何色ですか、これ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、10、17色展開すごいね。もう T シャツブランドって、まあ、T シャツのボディーブランドみたいな色展開やりますね。まあこれはもう定番商品で持ってる方も多いじゃないですかね。で、他のアイテムで言うと、やっぱこれですよ。アイテムがこちら。はい、エアリズムコットンクルーネック T シャツ。長袖でございます。このアイテムに関してはもういろんな丈感のアイテムがあって、もうエアリズムコットン T シャツはもう夏に欠かせない人気アイテムですよね。ユニクロ U とか関係なく、夏の T シャツこれしか着ませんって方も俺の友達でも全然いるんで、まあ見え方は普通のコットン T シャツで、まあ、着心地が夏素材ってまあ無敵のシャツですからね。でアイテムだけでなぞっていこうとすると、エアリズムコットンクルーネック T シャツ長袖が1990円で、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツゴム袖が1990円で、このエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツにボーダーバージョン、結構ねミクロボーダーこんな感じですね。はい、こんなアイテムがあるんですけど、こちらも同様の金額の1990円ですね。でですね、このエアリズムコットンに関してはほんといろんなモデルがあって、最後こちら、はい、エアリズムコットンリラックスフィットクルーネック T シャツ過去ゴム袖と、ほんとねやっぱ当たった素材はひたすらやっぱ展開ガッと横に広げてくるユニクロさんの戦略がですね、まず色濃く反映されてるんじゃないかなと思うアイテムですね。で、T シャツカテゴリーが他にもありまして、コレクションで言うとこちら。はい。ドライ EX クルーネック T シャツ。で、こちら1990円ですね。結構ジャージ素材とかスポーティーなルックスのアイテムだったりもするので、ファッションとして取り入れるっていうよりかは、ちょっとした運動だったりとか、ほんとルームウェアとかそういった着方がいいんじゃないかと思ってて、スプチャンネルのゆうちゃんもこれ欲しいらしいっすね。結構家でこういった素材の部屋着が欲しいみたいで、まあ、そういった使い方もいいですしね、ほんとワンマイルウェアとか、なんか運動の時に着るのもすごくおすすめなんじゃないかなと思います。いや、今年はね、ちょっと話それちゃうんですけど、運動したくて、なんかね、最近、自分の知り合いだったりとか、取引先さんと一緒に野球チームを作りまして、臭いけどね。なんで、近々、ちょっと練習をね、みんなで集まってするんですけど、怪我しないために、ちょっと暇のうちから、運動しとかなきゃなと思うんですよ。もう高校野球自分もやってたんですけど、そこから引退して、そこそこ年月も経ってるので、なんか自分の体の動きと、頭の中のイメージが結構かけ離れてると思うんですよ。まぁちょっと怪我したくないから、まぁこの間も着ながらですね、ちょっとウォーミングアップとか運動してみてもいいかもしれないですね。はい、というわけで T シャツカットソーカテゴリーが以上といたしまして、続いてはボトムスカテゴリーの方を見ていこうと思います。もう結構ね、今回のコレクションはボトムスが特にいいんじゃないかなって思ってるんですよ。で、この中にユニクロ U の中で、販売前の事前の雰囲気だとこれが一番いいんじゃないかなとアイテムもね、このボトムスカテゴリーに含まれてるので、そこも含めてちょっと話していこうかなと思います。で、まず一つ目のアイテムがこちら。はい。こちら、ワイドフィットカラージーンズでございます。お値段の方が税込みで3990円。折り戸展開はこちら。はい。4色展開ですね。まあ、こちらのアイテムに関しては、ジャケットアウターカテゴリー同様ですね。結構、春っぽいカラーリングというか、パープルですね。ピンクっぽい雰囲気も入ってるアイテムでございまして、カラージーンズですね。まあ、カラージーンズといっても、まあ、カラーのツイル素材、なんかそういったものをイメージしていただくと、なんかわかりやすいんじゃないかなと思います。表面変化のあるカジュアルな表情を持ち、厚手でしっかりとした生地感のコットンソラブツイル。結構風合い出ますね。カジュアル。で、全品染めで洗いざらしした色味と表情を実現と。で、太もも周りにゆとりがあり、裾に向かってテープアップするシルエットという感じですね。だからアイテム的にはほんとゴポケのシンプルなパンツ、ほんとジーンズですね。そういったアイテムをベースとしつつ、割と肉厚
な素材で作られてるみたいなので、どんな感じで仕上がってるのか結構気になりますね。まあ綺麗めなアイテムっていうよりかは結構カジュアルアプローチのねアイテムだったりすると思うんですけど、けど色味はこんな感じで綺麗な感じなので、どういう風に着こなすのが正解なのかなって思ったりするからね。結構ユニクロ U のアイテムのパンツってよくもあるかもシンプル色展開のものあるんですけど、色使いが独特だから、なんかユニクロ U のアイテム同士しかなんか結構合わないじゃんみたいなカラーリングあったりして、実は結構合わせにくいなってカラー展開もあったりするんですけどね。ただ今回このワイドフィットカラージーンズの中にもカラージーンズいうぐらいだからシンプルな色味がないんですけど、このブラウンとかピンクっぽいこのパープルとかこういったところは結構他のブランドで見てもなかなかない展開ですし、すごい色味綺麗なので、ここら辺ちょっと気になりますけどね。このブラウンとかめちゃめちゃ綺麗、これになんか綺麗めなローファーとか合わせてもらってもすごい可愛いんじゃないかなと思うアイテムですね。はい、それでは続いてのアイテムになります。続いてのアイテムがこちら。はい、こちら商品名がタックワイドパンツでございます。で、自分自身がですね、今回のユニクロ U の 2024SS のアイテムの中で一押し、販売前でこれが一番いいんじゃないかなと思ってるアイテムがこのタックワイドパンツでございまして、このタックワイドパンツに関しては結構ユニクロさんのインラインとかでもまあ近いような雰囲気のアイテムあるんですよね。動画でも出してるんですけど、こちら、はい、まあ、タックワイドパンツ、まあ、スラックスみたいなアイテムがあるんですけど、ユニクロの中でも超人気アイテムで、ほんとバズりにバズり倒したアイテムですよね。で、メンズレディースともに本当に人気のアイテムなんですけど、あれって結構綺麗め素材とか結構スーツチっぽい雰囲気のものがあるんですけど、結構ユニクロから今回出てるものに関してはカジュアル素材、もうチノパンっぽい雰囲気のアイテムでありつつ、ただですね、シルエットもしかしたらユニクロのインラインにも人気のタックワイドパンツを結構近いものになってるかなと思うので、いや、この絶妙な雰囲気のチノパン、綺麗にも履けてカジュアルにも履けるチノパンって多分皆さんがまさに探して求めてるアイテムで、探そうとするとなかなかないんですよ。それこそなんかチノパンとかワークパンツでベーシックなものでいうとデッキースのパンツとか結構ね例としてあげる人がいるんですけど、やっぱカジュアルなアイテムだしね。いやー、俺もね結構綺麗めな格好とかすること実は多かったりもするので、このアイテムめっちゃ気になりますね。柔らかな風合いで程よい落ち感のあるコットンビスコースを使用したツイール、ビスコース入ったツイール素材だから割と柔らかめではありつつ、あのコットンの風合いもしっかり表現できてると思うので、コットンは 80%、20% レイオンでしょ。うわ、めっちゃ楽しみこのアイテムは。で、深めの股上のツータックの入ったストレートシルエットってなってるので、いや、これは結構期待大ですね。前回ユニクロ U の中でヘビーツイールのワークパンツみたいなやつが出て、あれもめちゃめちゃアイテム良かったんですよ。自分もあの前回のコレクションか何かね、ワンバーワンのアイテムとして上げさせてもらったアイテムがあるんですけど、まあ、そこに匹敵するぐらいのなんかアイテムになってくるんじゃないかと思いますし、色展開もベージュとネイビーでまさに今期待アイテム。ネイビーがいいんですよね最近。全体的にブランドでも今までネイビーを展開してなかったブランドさんもネイビーやったりとか、そういった展開もあるので、いや、これは相当楽しみなアイテムですね。脅威、同業としてはね、これ絶対実物チェックしてなんかレビューしていこうかなと思いますね。で、続きましてアイテムがこちら。はい、アイテム A がワイドフィットチノでございます。こちらに関してはですね、さっきのタックワイドパンツに近いところあるんですけど、タックとかが入ってないんですよ。結構ワークリギルのアイテムでカジュアルな、ね、雰囲気のアイテムになってるので、さっきのアイテムと商品写真だけだと違いがあんま出ないように見えるんですけど、実物見ると全然用途が違うようなアイテムに仕上がってるんじゃないかなっていう印象ですね。で、レオナの方が4990となっていて、色展開こちら。はい、3色展開ですね。ブラウンとかね、書いてあるけど、結構キャメルっぽいカラーリングで、ほんとワークできるアイテムだから、俺好きなんですよね、こういうカラー。カーハートチックというか、そんな雰囲気のアイテムでもあるので、けど素材感は上品でカジュアルすぎずって書いてるから、どんなバランスなのかなって、そういったところは気になりますね。やっぱユニクロ U のいいところって、基本的にはミリタリーアイテムとかワークアイテムとか、そういったところからデザインだったりとか着想を得ることがやっぱ多いんですよ、実は。で、それを上品に仕上げるっていうのが、結構お得意のデザインだったりもするので、まさにそれが体現されてるアイテムの一つかなと思います。はい、それでは続いてのアイテムになります。続いてのアイテムはこちら。はい、アイテムがですね、ワイドフィットパラシュートカーゴパンツでございます。お値段の方が3990となっておりまして、色展開こちら、はい、5色展開でございます。これはもうすでに販売されてるアイテムですね。ユニクロ U の中でも新しい新定番の人気アイテムなんですけど、本当にかっこいいねこのアイテム。ユニクロの中で言うとこのワイドフィットと商品名が付いたやつが徐々に増えてるところあるんですけど、本当にワイドフィットのアイテムって少ないんですよ。あんまり太くなかったりするんですけど、このワイドフィットパラシュートパンツに関してはマジで太い。もうね、結構普段からワイドパンツとかバギーパンツを履いてる自分から見ても攻めたシルエットだなと思いますし、まあ、このアイテムの面白いところってパッと見はワイドなカーゴパンツに見えるんですけど、素材使いが割と薄手で張りがある素材だから結構上品見えするように履けるっていうのが一個の肝だなと思ってて、やっぱ世の中的にはカーゴパンツとかカジュアル系のアイテムってやっぱ一番数売れるんですよ、市民権を得ていて。世の中全体で見ると切れ目のファッションよりもカジュアルの方がやっぱ多いですよね、日本って。っていう中でこのカーゴパンツっていうのはみんなにも馴染みがある中で、結構カジュアルになりすぎるのを嫌がる傾向にもあ
あるので、そういったところにバサッとハマるのがこのねユニクロ U のワイドフィットカーゴパンツなんですよ。で自分もこのアイテムに関しては実物レビューしたことがあるんですけど、あのね生地感が割と薄手で張りがある素材なんですけど、真冬とかだとちょっと寒いんですよね。なんですけどこれから春夏に向けてのところだとまさにパフォーマンスを発揮する素材のアイテムだと思いますので、ぜひこのアイテムですねまだ履いたことがないとか見たことない方に関しては、もう今回のタイミングですねチェックしてもらったらすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、このアイテムに関してはすでに展開されてるアイテムなんですけども、新色として提案されるのかな、これは67ブルーっていうのがカゴを見てみると3月上旬販売予定となってるので、これが新色なんじゃないかなと思います。レビューすごいもんね、800件のレビューが入って 4.4 だからマジありえないこれはめちゃめちゃ高評価じゃんっていう、素晴らしいアイテムですね。はい、それでは続いてのアイテムなんですけども、続いてのアイテムがこちらになります。はい、こちら商品名がパラシュートカーゴショーツでございます。お値段の方が税込みで2990となっておりまして、色展開はこちら、はい、4色展開でございます。安い、これは本当に、これはね絶対に、まあ、ユニクロさんの中でも相当コスト頑張ったと思うんですけど、さっきのワイドフィットパラシュートパンツが3990円だから、さすがにショートパンツとロングパンツを一緒の値段にするわけにはいかないっていうユニクロさんからのメッセージを感じますもん。コーチンとかそんな変わんないと思うもんね。まあそれでもこんだけ1000円を差をつけるのはユニクロさんさすがだなって思いましたしね。ただこちらのアイテムに関してはすでにですね、こちらはいスプチャンネルの方で結構レビューの方出させてもらったんですけど、かいつまんで言うとこのカーゴショーツっていうアイテムの特性上、横にカーゴパンツポケットが付いてるんですけど、そのポケットが結構主張が強くて、あの生地感も結構張りがあって厚手なので、そのポケットが横にガッて広がるんですよ。で別にフラップとかボタンがあるわけじゃないから、ここに広がりきった状態で履かなきゃいけないから、だから常になんか横に広がってる、なんかシルエットを崩すような仕様になっちゃってるので、割と好き嫌いが分かれるかなって思ったりするんですよ。これが本当にポケットの主張が写真よりも履くと分かります。結構主張強いので、そこは絶対的に注意が必要だったりもするので、まあぜひ検討だったりとか実物を見てもらった上でまずはねあのご検討いただくのが失敗しないんじゃないかなと思います。特に今年はねカーゴパンツブームってところもあるから、絶対的にですねあのこれから、まあ、夏に向けてねカーゴショーツとかポケットショーツっていうのは本当にいろんなブランドから出てきたりもするので、まあ現段階だとユニクロ U のそのカーゴショーツの良さでいうと値段3000アンダーで、あ、そこそこいい質のものが買えるってところは、すごくですね、魅力だと思いますので、まあ一回ですね、すぐ買うっていうよりかは、まあ、購入するアイテムの、まあ、候補の一つに捉えていくぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。で、最後のパンツがこちら。はい、ドライ EX ショーツですね。まあ、先ほどね、カットソーコーナーでも紹介した機能性素材というか、まあ快適素材の、同素材のセットアップで着るアイテムですね。はい、それではですね、最後のカテゴリーになるんですけども、最後のカテゴリーが、グッズカテゴリーになります。グッズカテゴリーがですね、ほんとバッグからシューズ、あとキャップまで、あのね、幅広い展開になってるんですけど、結構販売されてるアイテムも多くて、ちょっと流れで紹介していきますね。で、一つ目のアイテムがこちら。はい、ランニングキャップでございます。お値段の方が1990となっておりまして、色展開こちら。はい、3色展開でございます。ほんとね、このアイテムはスポーティーな雰囲気ではあるんですけど、最近結構テックファッションっぽい雰囲気の中で、こういったランニングキャップだったりとか、運動の時に履くような、この浅めのキャップ結構展開してくるのも多いから、もちろんスポーツの時もそうなんですけど、こうやってね、ファッションとしても取れるっていうのは結構多くなってきますね。こういったスポーティーなキャップにマウンテンパーカーをフード被って結構バッて一緒に合わせるとか、そういった基本の下もですね、海外スナップとか見てみると多かったりもするので、ただ結構浅めの作りのキャップになってるので、好き嫌いが分かれる形にはなってるかなと思うので、そこは注意が必要かもしれないですね。まあ自分的にはなんか春のタイミングでもニットキャップとかそういったもの欲しかったですけどね。今回キャップは一方のみになっております。で続いてですねバッグが続くんですけど、ここはですねもう定番アイテムですね。まず一つ目のアイテムがこちら。はい、ドローストリングショルダーバッグでございます。もうこれもですね販売開始してからバズってるアイテムです。この販売されたタイミング、一番最初は完売して転売されるまでの人気アイテムだったんですけど、まあ、ただですね結構な数を売ってるから毎シーズン完売しないかと思いつつ、再販2回目3回目もなんだかんだ完売してるんですよ。すごいよね。なんでもうこのアイテムに関してはあのシーズンスポットで出るアイテムっていうよりかはもう常に販売してるアイテム、もう今でもね店頭で買うこともできますし、ユニクロ U の中でも、まあ、あのカーゴパンツとかエアリズムアイテムもそうなんだけど、もう本当定番アイテムとして残して販売するアイテムですね。本当バッグの中でも金字塔のアイテムなんじゃないかなと思います。でですねそのドローストリングバッグの小さいバージョンですね、アイテムがこちら。はい、ドローストリングバッグスモールでございます。お値段の方が1000円安くて1990円ですね。でこのアイテムに関しては以前もですね買うことができたはずなんですけど、あの大きいサイズのねドローストリングバッグはすでに注文できる状態なんですけど、スモールの方は定番からはブラックとかナチュラル含めても買うことができないんですよね。一旦在庫はまだ買えない状態なので、3月の8日ですね、その日から買うことができるアイテムになってるんじゃないかなと思います。はい、でこのまま続けての紹介なんですけれども、続いてのアイテムはこちら。
はい、ドローストリングバックパックでございます。お値段の方が3,990円になっておりまして、色展開こちら。はい、3色展開となっております。このアイテムもこちらですね。はい、スプチャンネルの方でレビューさせてもらったんですけど、結構ね、ラフなバッグに見えがちなんですけど、容量も多いし、結構ね、使い勝手もいいアイテムなんですよ。まあ、なんですけど、ドローストリングデザインを採用してるところもあるから、めちゃめちゃなんかちゃんとしたリュックっていうよりかは、ナップサックに近いリュック。なんかナップサックとリュックのちょうど間ぐらいの雰囲気のアイテムだったりもするから、ラフなアイテム、なんかコーディネートの時に引き締めるっていうよりかは、ちょっとコーディネートに抜け感を演出する時に、結構持ってこいのアイテムかなと思いますので、なんかそんな使い方もおすすめなんじゃないかなと思います。こちらのアイテムに関してはですね、ナチュラルは、3月上旬新色として展開されるんですけれども、すでにブラックとブルーに関してはですね、買うこともできるアイテムなので、気になった方はですね、ぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、それでは最後のアイテムなんですけれども、最後のアイテムがこちら。はい、アイテムがサンダルでございます。このアイテムがですね、税込みが3,990円となっておりまして、色展開こちら。はい、三色展開となっております。今、ユニクロのアイテムのシューズって作りがめちゃめちゃ良くて、サンダルも過去にリリースしたことあるんじゃないですかね。なので、それのね、まあ、リピートじゃないですけど、ちょっと風合いは変わってんのかな。けどね、ユニクロのスニーカー僕結構好きだったので、なんか今回出してほしいなと思ったんですけど、今回スニーカーなしというところでしたね。今まではですね、結構スポーティーなナイロンとかポリエステル素材で作ってたんですけど、今回はストラップのデザインプラス、アッパーのところが、なんかフェイクスウェードじゃないですけど、結構表情があるような雰囲気の生地になってるので、まあそういったところは結構魅力的なアイテムですかね。けどね、スポーティーな素材じゃないサンダルのアイテムなので、まぁ、ちょっとアウトドアっぽいというか、ちょっとなんか優しい雰囲気のなんかサンダルになってくるんじゃないかと思いつつ、けど色展開は結構特殊でですね、ブラックっていう定番カラーもありつつ、このブラウンっていうですね、ちょっとなんかピンクがくすんだような色味だったりとか、グレー、これ面白いね。なんか黒のサンダル合わせてもいいし、白のサンダル合わせて綺麗めに履いてもいいし、割と今回色展開の3つの中だとグレーが自分的には一番気になるアイテムですかね。なんかソックスと合わせる方がなんかかっこいいサンダルだなって思いましたね。本当に先ほど言ったようにユニクロのサンダルとか質めちゃめちゃ良くて、こういったシューズ系をメインとしてない企業さんが作るなんか足元のアイテムってなんかチープな素材感だったりとか、あんま値段と質が合わないものもあるんですけど、ここ数年自由さ含めてシューズのレベルが本当に上がってて、まあ、ユニクロから出るシューズもですね、もう一昔前とか本当にダサいアイテムだったりとか質が悪いものもあったんですけど、最近は逆にいいしね。まあ、このアイテムもすぐにね、履くアイテムではないんですけど、夏に向けてね、探してる方はぜひチェックしたらいいアイテムなんじゃないかなと思っております。はい、というわけですね、今回メンズのコレクションを上からガーッとなぞっていったんですけども、現役のですね、アパレルバイヤーの自分の目線から見てのレビューは以上となります。まあ、改めてなるんですけども、今回ユニクロ U ですね、3月の8日金曜日から、オンラインストア全国ユニクロの店舗で、これが可能なアイテムなので、まあ、販売開始されてからですね、より詳細なアイテムのレビューの方をしていこうと思いますので、よろしかったらですね、こちらのチャンネル登録いただきまして、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上としたいところなんですけども、最後に告知の方を少しだけさせてもらえたらなと思います。現在ですね、こちら。はい、以前出させていただいた動画にはなるんですけども、自分の運営するブランドのオープニングアクトから 24SS の春コレクションですね、今シーズンラストの春アイテムの新作になるんですけども、そちらの新作アイテムの方を紹介させていただいております。本当にトレンド満載のサッカーデザインのニットだったりとか、あとトーマス・メイソンを使ったデザインシャツとか、あとはですね、自分のブランドのオープニングアクトの中でも定番アイテムのゴアテックスシリーズに結構新色とかでも足して充実のラインナップになっておりますので、よろしければですね、概要欄の方にそちらの動画だったりとか、あとは商品ページのリンク等ですね、話していただいておりますので、そちらからチェックしてもらえたら非常に嬉しく思っております。はい、というわけで本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか日々の暮らしとかそちらに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。